はい、あそしてお集まりのホークスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。見事6回6奪三振無失点5勝目を挙げられました福岡ソフトバンクホークス武田翔太投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。昨日ゲーム差が0になりました。その相手は10秒打線のライオンズ、今日はどんなお気持ちで、またどんな準備でこのゲーム臨んだんでしょうか。はい、おととい昨日と、連敗して、今日は絶対に負けれないなという、気持ちで、入りましたし、僕だけじゃなくてチームの全員が同じ気持ちだったと思います。そんな中3回柳田選手のホームランを皮切りに1点ずつ援護点をもらった形になりました。味方の攻撃をどのようにご覧になっていらっしゃいましたか。そうですね、僕はもう本当に、たくさんね、いつも打っていただいてますし、やっぱそういう時こそ、ピッチャーがね、どんどん抑えていかないといけないと思いますので、今日はね、全力で抑えに来ました。はい、さて最後の6回先頭に出塁を許してからクリーンアップを迎えました。ここ3人で見事切って取ったわけなんですけれども、その時の投球を振り返っていかがでしたでしょうか。細かいことは覚えてないですけど、本当にもう調子云々じゃなくてね、勝つんだという、強い気持ちを持って、もう気合でやりました。はい、さてこれでライオンズにゲーム差をつけて、いよいよペナントも佳境を迎えるわけなんですけれども、最後に画面の前の方、そしてお集まりのホークスファンの皆さんに一言抱負をお願いします。はい、今日は、暑い中たくさんの応援ありがとうございました。ホークスはこれから、ドームに帰って、福岡に帰って、7連戦あるので、そこでまた、連勝できるようにね、頑張っていきたいと思いますし、チーム全員で、ここからもっとね、加速して優勝できるようにね、頑張っていきたいと思うので、今後も応援よろしくお願いします。見事なピッチングでした。ホークス武田翔太投手でした。絶対に負けないというね、気持ちの強さが、はい、投球にも出てましたかね。そうですね、昨年のパ・リーグ覇者対、日本一のソフトバンクホークスの戦いですからね。はい。